平文橋から望むヤール川グレートヤーマスは、イギリス、イングランド東部地域のノーフォーク州にある海岸沿いの、町。ヤール川の川口、のリッジの東30キロメートルに位置する。地元では、単に、ヤーマスと呼ばれることがある。1760年以降海辺の保養地として知られ、ノーフォークブロード国立公園から海への出口でも、あった。また、 何百年もの間、日清漁業に依存している漁港であり、北海で油田、ガス田が発見されてからは掘削装置の基地となっている。町自体は、北海とヤール川に挟まれた細いサスにあり、歴史的な街並みと海辺の旅行者向け区域がよく知られている。地域は、平文橋によって、ゴールストン、コボルム、サウスタウンに、そしてブレードン橋によって、 A47、A149,A12 の角道路につながっている。グレート・ヤーマスの街を形作る、教区境界を持たない、市街地は26.54平方メートルの広さがある。国勢調査員によれば、2002年の人口は47,288人で、グレート・ヤーマスバラの主要部分を成している。国勢調査員は、 グレートヤーマス市街区域の人口を66,788人とし、ケスターオニシーとグレートヤーマスに分けられる。それを含むグレートヤーマスバラは、約92,500人の人口を持つ。ヤーマスは、ヤール川の河口のローマ軍中東地ガリアノヌムの近くにある。その立地が、シンクポーツの漁民たちを引きつけて、高級的な入植地が形成され、 ノルマン征服の前には70人の市民を要する町となっていた。ヘンリー一世は町を大官の支配下に置いた。ヤーマス市民にオックスフォードの関税、承認組合及び毎週の演説会の自由を認めた1208年のジョン王の直挙はリトルヤーマスやゴールストンに対する自治区の権利を認める直挙が その後発せられたことによって、さらに拡大された。1552年、エリザベス1世は海軍本部による管轄を認め、それはジェームズ1世によって追認され拡大された。チャールズ2世は1688年に直令によってリトル・ヤーマスを自治区に組み入れた。その直令には有効な小さな例外があったが、1703年、 アン女王は二人の代官を一人の市長に置き換えた。グラマースクールが設立されたのは1551年で、校舎にはエドワード一世の時代にトマス・ファストルフによって設立された古い病院の大ホールがそのまま使用された。1757年から1860年にかけて閉鎖されていたが、事前信託基金によって再設立され、 1872年に新しい校舎で開校した。1808年から1814年まで、ロンドンの海軍本部は、腕木通信網によってグレートヤーマス校内の幹線と連絡を取っていた。1845年5月2日、集まった子供たちの重みで町にある吊り橋が崩壊し、79名が溺死するという惨事が起きた。子供たちは、 村に入った道家が、ガチョウに惹かれて川を下るのを見るために集まっていた。道家が橋の下を通った時、子供たちが一斉に反対側に動いたことによって、南側の鎖が切れ、橋がひっくり返ったのである。第一次世界大戦中の1915年1月19日、グレート・ヤーマスはイギリスで最初の空襲を経験した。 それは、ドイツ海軍のツェッペリンエル3飛行船によるものであり、1916年4月24日にも繰り返された。町は、第二次世界大戦でもドイツ空軍による爆撃を受けたが、旧市街のほとんどは、破壊を免れた。中世の防壁も、元々の2000メートルのうち3分の2が残った。町にあった塔も18のうち11が残った。 サウス系には17世紀の商人会館がある。サウス系の後輩地には、ザローズとして知られている小道や路地による迷路がある。これはかつては145を数えたが、戦災により数個が残るのみとなった。1986年3月に2マイルの A47 グレートヤーマス西バイパスの北セクションが開通した。その道路は現在、A12 と呼ばれている。 最近では洪水が大きな問題となっており、2006年には4階町が冠水した。2006年9月の洪水はここ数年のうちでも最悪のものだった。集中豪雨によって下水道が詰まり、またアングリアンウォーター水道会社のポンプ施設も壊れたため、町に鉄砲水が発生した。これにより90個が浸水し、深さは最高5フィートに達した。 町は1953年の北海氾濫に大きな被害を受けた。2007年11月9日、高潮と満潮が重なってさらに大きな洪水に見舞われる危険があったが、結果的に災難は避けられ、わずかな地域が冠水したに留まった。ヤーマス地域にはいくつもの貴重で珍しい種が生息している。不当に挟まれた地域には、 西津黒カモメのイギリス最大の生息地の一つがある。町のすぐ後ろのブレードンウォーター三角港は、主な賞金類や水鳥の生息地で、10万羽以上の鳥の投影地になっている。これと、周囲のハルバーゲート商宅地は、特別に保護されており、現在、大部分の地域は保護組織が所有している。浜辺の北ディーンズ地区は、 砂丘植物のための重要自然科学区域で、多くのヒバリと巻きタヒバリの住み所となっている。また、夏ごとに、イギリス最大の小アジサシのコロニーに場所を提供し、同様に、キマダラタカネージャの名町の小さなコロニーもできる。ここでは、他に、ベニシジミやコモンブルーも見ることができる。近くの共同墓地は春と秋の渡り鳥の一時的な。 休憩地として有名で、時々素晴らしい滝を見ることができる。白尾大城び滝とマダラヒ滝は、渡りの途中、ここでしばしば見られる。またここは、大陸から風に乗ってきた、いくつかの珍しい昆虫が最初に記録された場所でも、ある。沖合ではしばしば灰色アザラシと、銭タアザラシを見ることができる。ガネット、ヒメウミスズメ、クロガモ、オオハシウミガラス。 海ガラスなどの海鳥も見られる。遅くとも1802年には、グレートヤーマスには、救命艇が存在した。初期の救命艇は死営だったが、1857年に、王立救命艇協会に引き継がれた。救命艇基地は、リバーサイドロードにあり、トレント救救命艇、サマーベータと B 級内海用救命艇、シーホース4を運用している。 h t t p w w w o n s g o v u k o n s r e l c e n s u s c e n s u s 2 0 0 1 key.statistics.urban areas in England and Wales.urban areas in England and Wales.kslh usual resident population.xlshat.ordernance survey.os explorer.mapol40 サブロードズ ,ISBN0 から 319237699BBC ニュースイングランドノーフォークホームズアンダーオータインフラッシュフラッズハット BBC ニュースイングランドノーフォークレジデンツライドアウトストームサージュ王立救命艇協会 グレートヤーマス及びゴールストン救命定基地の歴史 http コロンスラッシュスラッシュ www.rnli.org.uk スラッシュ rnli にや、u, east, stations, グレートヤーマタンドグルルステンノルファック、フリート。ありがとうございます。